俳優の高倉健さんは、映画ポッポ屋などで共演した小林稔侍さんに、自分の世話をさせなかった。高倉さんと小林さんは、同じ東映の先輩後輩の間柄で、私生活でも親しく、小林さんが撮影所の寮にいた頃は、高倉さんがポルシェで銭湯まで送ってくれ、引っ越しの際には数百万という祝儀を渡してくれたが断ると、引っ越し当日、引っ越し業者に扮した高倉さんが自宅に現れ、小林さんの引っ越しを手伝ってくれたという。夕食も毎晩一緒にとっており、家族よりも多くの同じ時間を過ごす中で、小林さんが高倉さんのカバンや荷物を持とうとすると、俺とお前は友達だから付き人のようなことはやめろと言われたこともあるという。そんな自分のことより相手を思いやる高倉さんから多くを学び、深く尊敬している小林さんは、婚姻届の保証人を高倉さんにお願いし、自身の長男の名前を健と名付け、長女の名前は千春と高倉さんにつけてもらっている。